はじめまして、かさねです。この度初めて、レーシン作品を出展させていただきます。作品のイメージは、集まってくれた皆さんを見て曲とかは決めたいなって思ってます。はい。で、なのでちょっと今こう暖かいですよとか、パワー全開ですよとかはちょっとお伝えできないんですけど、皆さんの曲に元気に合うようにいろいろ考えたいなと思います。舞台に立つ良さは、照明をこう浴び立てて気持ちよさとか、なんかその一緒に踊ってる人と同じ空間を共有している心地よさとかもあるんですけど、私は本番に向かうまでの作品と向き合ってる時間とか、練習してる時間、自分の踊りと向き合ってる時間が結構濃いなと思うので、よかったら一緒に恋人を過ごしてください。私が持たせていただいているクラスは超小級なので、ガツガツ進んでいきますって言ってくださいっていうわけではなくて、割と丁寧に皆さんの様子見ながらリハも進めていけたらいいかなって思っています。舞台が初めての人とか、私の作品にまだ出たことがない人とかでも、ぜひぜひ飛び込んでみてください。で、今回少人数でやりたいなと思っているので、割とちょっとお気持ちが決まってきたら早めにご連絡いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。小さな自分の正しい願いから始まるもの、一つ寂しさを抱え僕は道を曲がる。風を受け走り出す枯れ木を越えてく、この道の行く先に誰かが待ってる。光さす夢を見るいつの日も、扉を今開け放つ、秘密を暴くように手が触れ合う。喜びも手放した悲しみも飽きたら